街は生き物、生命体だ。その鼓動が聞こえてくる。時には穏やかに、時にはせき立てられるように、そして時には不快に。街は僕らの心を、肉体を揺らす。また彼女だ。よく見かける。向こうは僕のことを気に留めているようではないな。話してみたかった。この世界が変わってしまう前に。DC システム起動まで残り12時間です。わからない。俺だよ俺。お前の大事な相棒だろうが。悪ふざけに付き合えない。ノリが悪いのね。まあ彼女さんがあれじゃ。彼女は関係ない。ここでは上司だ。その上司がお出ましだ。柏原、青柳、内密に当たってほしい重要な任務がある。何事でしょう。都市のバイタルサインに乱れが出た。急行しろ。バイタルの乱れって滅多にないことですよ。都市計画の影響じゃないですか。拡張工事とか。いや、場所はターミナルコアなのだ。あそこは廃墟となって久しい。何やら不穏だ。中部の駅構内ということですか。中部、地下鉄だ。開園時に走らせていたんだが、1年足らずで廃線。同時にターミナルコアも閉鎖された。今じゃオカルトマニアしか寄りつかねえんだけどな。かの号は抜け殻の不法投棄も絶えぬ場所。都市の病変を仕込まれたとあれば一大事だ。原因を探り問題解決に当たれ。くれぐれも慎重にな。はい。榊、分かっているな。
この先の階段を降りる。あとは埃っぽいな。足元に気をつけろよ。なぜチューブは廃線になった？この町で誰が地下鉄に乗るんだよ。必要ないだろ。だったらなぜ開通させた？路線図を見た限り、このターミナルを中心とした環状線、7駅のようだが。なぜなぜってお前、開園前は必要だと思ったんだろ。そんなことはいちいち考えねえよ。起動まで残り4時間です。認証作業を開始します。 ID を提示してください。 DC システム、ここは立ち入り禁止区域だからな。警備システムかなんかだね。しますか？イエスだ、イエス、登録。おいおい、登録したんだから通せよ。音楽を。イサク、今の声が聞こえたか？声？そんな場合じゃねえぞ。構えろ。職能が必要になるかもしれない。お前のランクと僕のパンクリアス、肺と膵臓か。こいつを倒さねえと先に進めねえみてえだ。行くぞ、ランク。パンクリアス。ID 承認を実行します。気をつけろよ、ユイト。これはスラッシュだ。タイミングを合わせて指で弾く。お前もやってみろ。よっしゃ、さすが俺の相棒。お次はチェインだな。ルートに沿ってなぞれば敵にダメージを与えられる。変な具合でやってみな。敵を撃破、俺らの勝利。
パンクリアス、対象を分解しろ。先に進もう。早いとこ仕事を終わらせた方が良さそうだ。完全勝利ってやつか。悪くない。